ミラブル、何でしたっけ、何やってましたっけ、ミラブル、あやってた、やってた、懐かしい、やってました。漫才始まったって感じで、そう、漫才だと思ってるの。お母さん今日はありがとうございましたお母さんいっぱいいましたね今日ね。いましたね。マママッサージ行きたい、マッサージ行きたい、アロママッサージ行きたい、マッサージしてあ、3人 NG です、 NG です NG ですってなんか悪いことしたんです本当ですよ、わーい見てもしんどいのに応援終わってしんどいのにマッサージさせられてます、はい、ね、私もえやった、ゆうくんめっちゃ、まあ先輩に肩揉まされてますあ、皆さん見てください、肩揉まされてます痛い、かりんちゃん優しくして、痛いもう痛くしたらゆうかにしてもらわれへんのなんかで全部巻き込まれるそうだそうだじゃないでしょあなた力加減いい、おーすごい、うまそう、ゆみさん、ゆうくん、ゆうみさんって足のマッサージめっちゃうまくなかったですか、めっちゃうまい、え、ぜひあのうーかの YouTube 見てください、あ、そう、ぜひ見てください、おーね、すごい、もう肘でやってますよひ肘見えないですね、こっち肘マッサージしてますわ、あ、すごいすごい、肩甲骨剥がしされてるカリンはちょっと苦手です、全然できない、マッサージしてほしいから言ってな、今日はミラーボール中マッサージ、なんかすごい、うん、やばいマジで投げんといてくれミラーボール中投げて、いや、カリンじゃ回ってないからいいや、じゃあカリンこっちで喋っとこう、おお、はい、カリンは今あのファンサービスしてます羨ましいでしょゆうちゃんのマッサージ独り占め中銭湯みたい、うん、あ、いい力加減だ、ありがとうございます、ちょっともう汗でね前髪がこうなんかなんていうの、わかります、反り返ってる親指がプロ、さ昔からさあのおばあちゃんとママにさめっちゃやってたから、うん、そう、あ、わかる、もう足のマッサージの仕方がもう全身を使ってオイルすごかったすごかったです、気持ちいい、もういいですかミラーボールまだもう、そう髪の毛伸びてきたのいい感じでしょ、ありがとう、でも本当にあとちょっとで理想の長さですね、あれ切ったっけ、え、昨日ちょっと整いました、整いました、顔と顔で整わせてもらいました、そうなるな、だけど伸ばしてます、前髪を、うん、あの、じゃあ前髪じゃない、髪色どっちの方がいいですか、やっぱ明るい方がいいですかねみたいな、うん、まあ、前髪パッツンにするんやったら明るい方がいいよって言ったら、こけしみたいったらな、うん、やめてくださいよ今日本番前にこけしみたいだねそうやね、こけしみたいやなと思ったけど、はい、それでも可愛いから、うん、遅かったです、でもそのフォローがもうこけしって言いよう投げ捨てられた後だったんで、私こけしみたいなんだって、あ、はい、なってなかったです、おかしり前髪切ったらいつもその時期通るよな、はい、あ、そうなんです、一旦こけしになるんですで、どんどん馴染んでいく、そう今日かりんちゃんめっちゃ笑ってきてんけど、今日めっちゃなんか面白かったんです、なんかゲスな夢とね、うん、そう出てきてパッて目があって、うん、そっからこうやってこうなんていうの睨み合いながらやるっていうのなんですけど、もう出てきた瞬間から面白くてじゃあもう変顔セットしてないってよ、おいおいおい、絶対こう肩で壁に手出てきてたんやろ、いや私はもうちょっと笑っちゃうからここであのこっち噛んでてん、あ、そうなんだ、ちょっと噛んでてんの、うん、そしたらこじりがって顔してきたからもうあかん笑っちゃうと思って、こじりは別にな、私のこう通るからな、顔がお客さんの向きじゃないの、そうですね、後ろ向きやね、そう最初の方はな、そう私はもうお客さんの方通って行くねんけど、もう笑っちゃうの、そうですよ、今日さメロスの道でさあらやってましたか、なんかさ、はい、バーンってやるところあるやんか、はい、あそこめっちゃ強くやった、分かったね、いつもここヒットすんねん、バリキュッチヒットヒットすんねん、ここで、へえー、いつもみんなでさ
エアーでやるやん。うん、やります。そう、あのこの回るやつですか。エアーでやっちゃったりする。すごい。めっちゃフィットすんねんな。すごい。そう、パリ力入ってて、もうやってるやってると思いながら。あとこうやって手合わせて、こうやって手上げていくときに全体重ゆうちゃんに。そうやね、かけてくんねん。かけてくんねん。やめろやと思いながら。体幹鍛えてんねん。昨日鍛えられてそうやねん。ね、吸って。24時間決まりましたね。やったー、楽しみ、もうありがとう、毎年毎年ありがとうございます。10回目ですって。すごい、毎年さ、切れずにやってるのすごくすごい嬉しいよな、本当に。しかも今回は青春という文字が入ってます。青春やって、何だっけ、青春ドリームやったっけ、なんか、ジャンプです、ジャンプか。もうあの、そもそもこの24時間、毎年の24時間ってめっちゃ少年ジャンプをネタにしてること多いんですよ。セイントセイヤとか、あ、そうで、あの全ジャンプを、うん、あのそういうことやりきるんじゃないかって思って、そのジャンプって思ってました。じゃあゆうか、ワンピース見てるから、あ、ちょっとゴムゴムヒロワカ、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 あれあれは違うんでしたっけ、キングダム、はい、キングダムって何やろな、キングダムは何やっっ、違うとこなんかな、違うとこちゃう、ヒロアカ、ヒロアカ、お願い、ね、ダンサブルの企画をやってほしいね。私はもうカメラマンさんずっとさいるやんか、じゃなくてもう部屋用意してダンサブルで、うん、あのもう固定カメラを何個かつけてほしい。あ、他にいいこと思いつけました。何、なんかこう一部屋用意してもらって、うん、その中にこうカメラだけ用意して、あのゆみさん入ってもらって24時間あのゆみさんを監視するっていう部屋なんですどういうことじゃん、あの、ね、人間は何時間この無人の部屋でを耐えられるのかっていう実験、うん、絶対ゆうちゃん一人でも喋ってそうやもんなんでもうコメントとかも見れないっていう、やばいやん、えじゃマジ真っ白な部屋 で携帯とかも見れない、やばいやん、で、あの時間になるとご飯だけ入ってくるみたいな、やばいって、でゆみさんがどっから変になるかっておかしくなるかっていう誰が見たいねん、実験誰が見たい、どうでしょうか、ダンサブルでやりたい、いや、なんでダンサブルで普通に楽しい企画をってことですか。 それはありがたいです、やってもらえたら、ね、実験台みたいなやめて人体実験人体実験やめて、猿じゃないんやからさやりたいです、猿じゃないからさやりたいな、やりたい、なんかあったらいいな、夜のコーナーがいい、夜のコーナーがいい絶対夜のコーナーやってですよね、ですよね、私たちもういくらでも使ってください、YNNさん、本当に YNN さん言うとこ、 YNN さん、私たちをあの、はい、コキ使ってください、コキ使ってくださいあ、面白く使ってください、いっぱい使ってください、これ誰か送って、 YNN さん言ってって感じですよね、いるのにおるやん、いるいる、あ、キングダムは週刊ヤングジャンプですって、あ、そうなんや、まあ、ジャンプはついてんな一応ね、うん、去年さ、よくちょうど昨日写真見返しててんけどさ、はい、去年何しました、あのスターウォーズやったよな、あ全然ジャンプじゃないですね、去年は意外と、じゃあ、うん、確かにな、石田スベーダーとやった、あのマイティのあれは面白かったな、めっちゃ面白かった、あとコハタンのあの白い、うん、スーパー青の、うんうん、え、コハタンいたのか、まだ1年前は、そうや、そうなんや、生メートルぐらいまでいたもんな、確かに、そっか、3年ぐらい経ってるイメージ、なん、いやいや、まずあの7期がそんな、あでもまだ2年ぐらいです、7期、そっか、うん、ね、あれ面白かった、懐かしい、去年は結構普通にクリスマス企画とかあって、うん、あったね、普通に可愛いサンタ着させてもらいましたね、うん、確かにな、そうや、ほんでなんかプレゼント交換でゆうかおしゃぶりもらった、あ、もらってためっちゃ嫌だったやつですね、めっちゃ嫌やった、もうカリュー、もうね、ゆうかさんの顔見てもう本当に嫌がってるって思ってゆうかって分かりやすくない、本当に恥ずかしい、いや嫌ですよね、いや本当に嫌だろうなって思って、そう、でも手震えてたくないゆうか、本当に嫌だんだなって思って、屈辱の瞬間、そうそうそう、最悪の罰ゲームでしたね罰ゲーム、なんか勝手に罰ゲーム受けてました、プレゼント交換やったのに、そうそう、懐かしい、でもゆかり今誰持ってるわ偉い捨てられちゃんと、そう、何でしょう、今年は楽しみだな、カニ、逆にそういうあのカニみたいな、うん、そういうなんかキャラないんですよ、 YNN で笑ってんの笑ってんの
ってんの？何笑ってんの？でももうやりましたもんね、おでんで。そうやな、ね、もう違うね、カニの、カニ鍋がしたいの。言ってたな。去年やりましたよ、カニ鍋。は？そうなん？やってましたよ、カニ鍋。あれ、やってませんでした？やっててんけど、カニ鍋自体やってない。あれをご褒美としてカニ鍋が出るよって言っててんけど。あれ、イカゲーム聞いて。そうそう、カニゲームやってんけどな。その後の、その後の企画で、あ、すみません、その後の企画で、なんかご褒美にカニ鍋が食べれますみたいな話になってんけど、私食べられへんかって。あ、そうなんです。かわいそう、かわいそうに。だから今年こそはカニ鍋。なるほどね。カニ鍋ってゆうちゃん鍋ってこと？そう、カニゲームした。ゆうちゃんに入ってるってこと？やばいな。えぐいや、ゆうちゃんに入ってるってこと？誰が食べたい？食べろよ。やばい。お風呂の水飲む。やだやだ。やだ。私がやだよ。こんな何をさせられてんねん。いや、懐かしいですね。カニゲームから始まりましたよね。だってそもそも。あ、そう、始まった始まった。あ、なんか前説じゃないけど、あ、そうだね、言ったら本編の前やったよな、なんか一応いつもその1年に流行ったものやるじゃないですか、うん、今年何がだから流行りますかね。アーニャ。あーにゃやりそうじゃない？絶対やる、ジャンプだし。あ、そうなんや、はい、あ、そうなんやな。どれがだからなんか何人じゃ、もう考えるでしょ。何人のアーニャ、そう、何人かのアーニャが出てきて、うん、司会2人がそのロイドとおーとか2人だけいて、ね、みたいな。あ、誰がアーニャだみたいな対決とか。ゆうか、出口ちゃんのアーニャめっちゃ可愛かった。ねー、可愛かったな。え、でもさ、子供たちいっぱいいるやんか。確かに、時期とかに。だからその中にいたりとかしたら浮くって。もなんでな、ねえねえ、なんでな、なんでな。いや、でも来てほしいなっていう。いややろ、それはもうコジリンが来てもらって。じゃあゆうかが夜さんして、コジリンがロイド。あ、もう完璧ですね。できた、はい、できた。なんでやねん。でもこれは絶対あるな。アーニャはあるな。アーニャありそうやな。鬼滅もやりましたしね。だって今までに。ああ、ここ長いやってました、やってました。やってたな。アーニャと何が流行っただろう。映画とかって何が流行ったんだろう。ガリレオ。ガリレオ。ガリレオ何倍さ、めっちゃでかいガリレオ。オタン知ってる？え、そうなんですか？あのグリコのところに。ええー。めっちゃでかいガリレオいてん。知らなかったです。知らなかった。一回も見なかったな。何だったっけ、今年何流行りました。何が流行ったんだろう。確かに、何が流行ったの。でもヒロアカとかも流行ってるもんな。はい、ぜひとも。ヒロアカでもやりそうじゃない。やってくれるかな。 あんまりなんか、なんて言うんだろう、超王道ではないんじゃないですか。あ、なんかアーニャンの方がみんな知ってるって感じする。何やろうな、ね、ずっとミラーボール回ってる。ありがとうございます。新しい神龍樹、ありがとうございます。いや、ワンピースでもありそう、本当に。え、ワンピースさ、和の国やからさ、なんか日本っぽい感じやね、今みんな。へえー、あ、そうなんだ。そう、やっと追いついて、和の国まで。長かった絶対あるな。絶対ワンピースはあるな。ちょっともう当てとこ。ワンピースとアーニャと、あ、歌、歌、ワンピースの歌。あー、確かに。こんな髪型。はい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 。誰かやりそう。ピンクと白の。あ、そうそうそう、キャラクターですよね。アニメはその2つぐらいで、うん、そのなんか映画とかドラマとかそっち系で、海外とかの。何やろ。イカゲーム。イカってか、逆に去年なんですね、イカゲーム。そうやね。やばい、時の流れ早い。みんなが見てたやつ。あ、チェーンソーマンもありそう、確かに。なんだろう、意外とあんま今年なかったんですかね。いや、その時に集中すんねんけど、あれは多かったですよね、ハロウィンとかでも。あの、見たやつです。あー、あのマスクの赤いやつ、はい、はい、好きなやつです、ゆうみさんが。あ、ゆうみさんがめっちゃ好きなやつです。あー、あのペーパーハウス。ペーパーハウス、あー、そう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 、あれはめっちゃなんか流行ってましたね。流行ってたな、うん、そうやな、ペーパーハウス。あられちゃんは？あられちゃん？なんで今？なんか時を超えて、あられちゃんはずっと人気。楽しみやけど深夜枠がいい。ねえ、なんかありますように。自分でもそこをさ、希望していくのすごいな、うん。でもやっぱ楽しいですね、夜のコーナーは。そうやね、めっちゃ楽しいのよ。ね、テンションも上がるし。サンタロー配信したい。めっちゃ押してくるやん。
あ、決まってます。大好きやん。やっぱぜひともやっぱシワグ金太郎に。やっぱこうやってやってる時もセンターじゃないですか、いつも。え？ね。いつもこん気づいてますか？いつもこの並びでやってるんですよ、基本的に。確かに。あ、ほんまやな。ね、もうそれは自分から金太郎のポジション。違うよ。来たいねんな。違うよ。違うよ、金太郎を目指してるわけじゃないよ、私は。髪もキンキンになっていくし。はい。キン。声を殺してもうって言ってました言えばいいやねえ、ちょっといつかできたらいいですね。絶対しようかなんか虫のコーナーありそうじゃないですか。虫好きな虫、ね、ああ。めっちゃ虫だったから、ライブとかも。確かに。めっちゃテントウムシとか。ちょっと NG で。ですよね。遠慮しときます。虫。でもリアクションいい子がめっちゃ選ばれそう。そういうのって。確かに。頑張って。箱の中身は何だろうなとか。うわー、うん、私な、私さ、ダンサブルの時にさ、一回やったやんか、箱の中。なんかやりましたね。やったな。そう、やった時にさ、フジテレビの瞬間。あ、確か。あ、そう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 、やった時にさ、蛇出てきた瞬間びっくりしちゃった。あ、ケレン、ケレンじゃないか。やってた。劇場でやってたやつ。劇場で、うん、あのあれですか、人形の蛇もダメだったってことですか。あれリアルすぎ。そうですか。キモと思って。あ、そうですか。じゃあ蛇用意します。え、誰じゃないの。ですよね、振りですと思う。ちげえよ、ちげえよ、ちげえよ。ちげえよ。あ、そうですね、やったので。あ、そうやな、はい、いいよ、それ MC しいな、それで、うん、それで無視しな。ヘビ、ヘビですよ。マリ、自分がヘビになる。落ち着いて、落ち着いて、落ち着いて。本当に逆になんでそんなに無視。なんかされた、前世で絶対なんかされたような。ヘビに殺されました。気持ち悪い。それぐらい無理ですもんね。うん、無理。カニ、あのヘビの絵文字で無理だったのはめっちゃおもろかったです。なあ、やばかったよ。私ほんまにマジで可愛いヘビ無理やねん。可愛いヘビも無理なんです。ヘビ、が無理。マジヘビが無理。どうします、もし9期生とかでヘビ好きがやってきて。なんでね、9期で。9期でヘビ。そんなこと絶対喋らん。近寄らん。キーホルダーとか全部ヘビついてる。キモー。でもここの前電車で見かけたで、あの傘のこの持つところがヘビやねん。ちょっとモザイク、モザイク、モザイクだけよ。マジで？何何？何？何？コメントない。しばくぞこれ。みんな。しばくなる、ほんまに。ほんまに。かわいい。かわいい。バイバイ。ほんましばくで。ほんましばくで。アイドルと思えない。バイバイ。ほんましばくで。やばい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 。ほんまに、ほんまにやめよ。すごい。やっぱさ、この私のファンとコジのファンめっちゃやるけど、はい、ゆうちゃんのファンの人一本増えたよ。ほんとだ、すごい。あー、誰や。うわ、めっちゃめちゃおもろ。彼のコメントのヘビしかいない。やばい、しばくだ。今の映像は違います、皆さん。申し訳ありませんでした。違うよ、違います、違います、違います。私な、うわ、もうほんまにあかんって言ってる。やばい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 。私さ、私さ、あのな、この間、あの私さ、あの嫌いなものさ、みんなさ楽しんでさ、 DM の方に送ってきた人おって、それに対してガチ切れしちゃった。ごめん、聞いてなかった。あくびしてね。なんで、あ、12年に1回ヘビ年来るやん、うん、あん時どうするの。え、12年に1回しかヘビ年って来ないんですか。過ぎず10、あのさ、ちょっと待って。ねえ、うたらうたらみーのやつ知らん。待って待って、そろそろから、そこから、そこからですか。マイナスリーのキャプテンやばい。次いつ、次いつ、分からへん。え、来年がうさぎやろ。ねえ、そうだ、来年うさぎだ。ね、今こトラやな。トラ、ねえ、牛、トラ、ウー、タツ、タツ、あ、次じゃないですか。タツは竜。あ、タツ。竜なんてありますか、竜年。え、タツ、うんうん、竜とかタツ、タツ、タツ。み、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 タツの次。牛、トラ、ウー、タツ、み、み、み。みじゃない。み、え、蛇っていう。分からん。何蛇って。馬。え、蛇って牛とかあんの。
鳥なんて犬蛇年とかあんの？ありますね、蛇年はね。じゃあおばあちゃんとママが蛇年やんね。ほら、みーやみー、あと2年後です。うん、え、えどうすんの、どうすんの、やばい、世界が蛇になるの。いやだ、そうですよ、ちょっと飽きましておめでとうで蛇のスタンプですよ。だからあれで、うわ、私絶対、私も年賀状書かれへん。年賀状なんだよ、ツイッター開かん。12年、そっか、まだその時は入ってないんか。うん、でも1回入ってるはず。1回、だからもう入った時ぐらいじゃないですか。でも入った時だから、そこまで嫌いじゃなかったん。普通に見れるし、どんどんなんか無理になって。へぇ、なんやろな、それ。なんなんだろう。ガチめに、ほんまにみんなな、ほら、ほらな、ほらな。ほんまに口悪くなって。ほらな、コメントやめよ。ほんまにあかんねん、私はほんまにヘビあかん、まあ、みんな笑ってな、こうやってな、あれしてると思うけどな、ほんまダメですから、マジそういうの、マジフリじゃない、ほんまフリじゃない、仮眠して頼むから。個人の顔めっちゃおもろい。仮眠してくれ、もう仮眠してくれ、もう仮眠してくれ。ナチュラルに変なこと言ってる、めっちゃヘビどし、変なこと言ってんな。ほんまにあかん、ほんまやめよ。ゆみさん、トラ年なんですね。あ、よかったですね、トラで。ほんまによかった。もうカニ、カニとヘビしかないわ、今のコメント欄に。というか、もうカニになってきた。面白い。本当に。いや、別にこっちのコメント読まへんからさ、カニに。もうカニ。あ、わかんないか。ほんま言ったけど、ごめん、芝生でですよね。カニ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 、タコタコタコ、ヘビヘビヘビ。なんでタコ。ちょっと混ざって、あ、イカか、イカや、イカや、赤いからタコやと思った。イカですって。なんか一時期な、うん、なんかヘビの画像をつけてたら、待ち受けにしたらお金振ってくるみたいな。あったあった、演技いいね。え、そう、演技いいらしくてやってて、一時期やってた。で、私の携帯もな、買い始めてな、それで。え、そうだ、したっけ。してたわ。はい、やられた側もうずっと覚えてます。めっちゃ覚えてる。そうですよね、やった側全然覚えてないですもんね。ごめんなさい。そうですよね、これさっきも話してたんですよ。やった、やった。なんかね、そう、なんかあったよね、鍵穴、鍵穴。あ、そうそう、鍵穴で、やられた側は、そう、カリンがユーミンさんの鍵穴を邪魔して、あの、若干、あの、うん、何、スタッフさんに怒られかけたっていうのがあって、みたいな。私は覚えてなかったんですけど、そうだよね、やった側は覚えてないよね。こんな、ほんまに怒ってるやん。2回目、今日じゃあ、ゆうちゃんの運気が上がるかなと思って。確かに、優しそうですね。いらねえよ。上がるかな。え、運気は確かに欲しいよ。あの、蛇の抜け殻とかってお財布に入れたら、無理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 。でもさっきコメントにもあった、抜け殻をお財布に入れたら金運が上がるって、うん、いいね。沖縄とかめっちゃあるじゃないですか、蛇、うん、系。あ、そうなん、知らんかった。ハブ種、あ、ハブ種、ハブ種とか、ね、知らんかった。知らん、お先に蛇が使ってんの。そうですよ、それは知ってる。え、沖縄なんや、キモ。じゃあ沖縄に謝ってください。沖縄の来てちゃうのか。ガッツリですよ、沖縄の来てちゃうの。私はヘビになるとマジでほんま、うん、もう口が悪くなるから、よろしく。あー、面白いな。あかんねん、もう今日だから DM あんま見ない方がいいですよ。 DM ファンの方からの DM はぁ、だからもうそういうな、そういうのがファンをな、喜んでなやってくるからな。だから見れないです、ね、じゃあもう私 DM 一切見ません。やばいやばいやばい。DM 閉鎖。もうあの DM とコメント見ません。気をつけて皆さん、気をつけて。気をつけてじゃなくて、送ってくる方が悪いと思うね。そうですね。だこんだけ嫌いって言ってんのにな。確かに、みんな笑ってな、うん、あれしてると思うけど、うん、ほんまに嫌いな。ほら、今だってな、まだ送ってくれる人だって。どういう神経してんの、ほんまに。本当に本当に。はい、わかりました、気をつけましょう。はい、気をつけます。はい、気をつけます。悲しいよ。じゃない、嫌じゃない、嫌じゃない、虫が来て、確かに、うんこさんもありますもんね。絶対嫌。一緒一緒一緒。集合体とか苦手ですもん、ね、あ、無理。それをずっと見せられてんねんで。あ、無理です。はい、でしょ。嫌です。ゆうかもうそんな、喋れへんから、もうこうなの。目つぶる。シャットダウン。そう。ゆうちゃんは、ちゃんちゃん、放送するからね。じゃあ、しょうがないよ、怖いものが怖いんやから。わかります、わかります。わかるわかる。泣きそうになってるでしょ。うるうるうるってなってる。かわいそうに、かわいそうに。何ついてる、ね、取れた取れた。
さあ終わりますか。だいぶ時間経っちゃいましたね。確かに。そうやな。じゃあ終わりますね。ありがとうございました。ということで。じゃあ。ランキング読みます。何もランキング読みます。13位みゆちゃん、12位まおちゃん、11位ところてん、13位なつきちゃん、12位えみこさん、11位まりちゃん、11位ひろちゃん、9位ことはちゃん、8位すみほ、7位れのん、6位かんなちゃん、5位野原しんのすけなづけさん、4位田中、3位たいきつさん、2位なべ、1位りょうとろくん、ありがとう。ありがとうございます。もう怖すぎてコメントは読まれへんねんけど。ありがとうございます。ありがとう皆さん、ありがとうございました。バイバイ。またゆっくり話しましょう。ありがとうございました。